はい、直樹チャンネルの井上直樹です。はい、今回は調味料を紹介したいと思います。日本のものじゃなくてアメリカで買ってきた調味料を使って試して食べていきたいと思うんで、ちょっと紹介からいってみましょう。はい、じゃあまず一つ目なんですか、これは。ちょっと待って。あ、これはあれですね、アベマの企画でやってた、 YouTube でやってたこのレモン&ペッパーっていうシーズニング調味料になります。ピンチ、パーフェクトピンチ。パーフェクトピンチだから、つまんで完璧。あ、そういうことですか。そう、一つまみでめっちゃ完璧だよっていう。おお、いや、完璧なのかピンチなのか分かんない。そうですの。じゃないや。あ、じゃないや。これをアメリカで使ってたんですよ。その鶏と一緒に焼くのに、焼くときに受けたらもうめちゃめちゃ美味しくて、これ売っちゃいましたね、自分用に。2つぐらい買っちゃいました。アベマのあっちでは放送されなかったんだよね、その。あ、放送されなかったですか。次はこれですね。これもパーフェクトピンチ。サプリメ、サ、何ですかこれは。サラダ、サラダスプリングシーズニング。日本語での単語が思いつかないな。でもなんかこれだとなんかパスタとサラダと一緒にかけてあるみたいな。ちょっと試してみたいと思います。次はガーリックレモン。これはちょっと気になって、多分さっきのレモンペッパーに惹かれちゃってレモンいいのかもしれないと思って買っちゃったやつなんですよね。食べてみたいと思います。次はこちら、タトゥー。タトゥーですか、タトゥーのホットソースです。ちょっと面白そうだなと思って、辛そうなものをちょっと買ってみました。こちらも試していきたいと思います。じゃああともう一つだけ、こちらです。ピンクソルトです。実は誰かに頼まれてたんじゃないかなと思って買ったんですよ、ピンクソルト。頼まれたような気がして、いや姉かなと思って連絡したら、え、私じゃないけどみたいな。え、あなた以外誰がいるんだろうと思った時に誰もいなくて、じゃあうちで使おうってな。じゃあそんな感じでやっていきましょう。クッキングしていきたいと思います。クッキングしていきたいと思います。バレた、ちょっと声が出てないの。声っていうか、人参とブロッコリーも買ってきたんで、これちょっと蒸していきますか。先に付け合わせから作る。蒸し器はいつ買ったの？蒸し器は今年ですね。でも、アメリカ出る前とか、こんな感じの機械なんですけど。でかこちらですね。思ったよりでかいのができた。めっちゃ気ついてるね。そう、いろいろ圧力調理、温度調理、鍋モード、無水調理とか。ライジン2日後っていうの。2日後。いや、めっちゃ元気だから。いやだから結構そんな怪我はないんですよね。まあ、元気な姿をね見せる方がなんか安心させたいというか、ね、まあ家族とかも見てると思うんで。でこれで締めると、そうだね、絶対そうだね。絶対そうだね。じゃあ食べていきましょう。はい、鶏肉とブロッコリーと人参蒸したものを食べていきたいと思います。食べましょう。そのままの味で、そのままで、そのままで、はい、いってみましょう。焼いただけです。いただきます。もう何も味じゃなくても、味、鶏の素材が、うん、じゃあここから、はい、まずこれでいいですかね。レモンペッパーです。試していきましょう。合う、ちょっとレモンの香りが、あ、本当だ。はい、つけました。食べていきます。うん、すごいレモンの香りがうまいです。いや、これ好きですね。ルームメイトにご飯一緒に食べようみたいな感じで言われて、ルームメイトに一緒に作ってもらったんですけど、その時にこれ食べた時にめっちゃ美味しくて、
うまい。本当だ。しょっぱいだけじゃない。美味しいです。美味しい。うん、野菜にも合うのかな。野菜はなんか合わなかった感じします。ああ、そうなんだ。逆に。はい、ああ、うん。めちゃくちゃ合うわけではないっていうのが。ただ豚とか牛肉とかは本当に減量中だったので試してなかったんですけど、本当にチキンに合うのは間違いないと思います。うん、じゃあ次これですね。パーフェクトピンチ。パーフェクトピンチ。これはあれですかね、サラダ系のやつだと思うんですけど、ちょっとまあ鶏胸にもちょっと試してみますか。これはでもサラダにもしかしたら合うと思うんで。茹でたやつ、ブロッコリーと、はい、人参にもかけてみようかなと思います。あ、なんだろう、すごい嗅いだことある、トマトイタリアンっぽい、本当に。うわ、なんか知ってる。あ、ピザポテト。ピザポテト。食べないと思うけど。ピザポテト昔食べたことあるんです。もう本当に昔。そうやね。はい。にあるぐらいで。チーズ入ってます。チーズぐらいちょっとだけ。あ、チーズ入ってますね。入ってる。入ってます。入ってた。匂いピザポテトだった僕の経験則というか。これもしっかりつけて。いただきます。どうですかね、まあ、レモンほどのなんかインパクトはないですけど、美味しくないわけではないです、全然普通に美味しいです、うん。まあ、ブロッコリーちょっと試してみますか、うん。匂いはピザポテトだったけど味はピザポテトじゃない、ね、全然違います。違すごいさっぱりしていいと思います。なんだろう、ポテトサラダとか合いそう。おポテトサラダの上とかそこになんかパッとかけるぐらいが美味しいかもしれない。ピザポテトじゃないですか、もそれ。じゃがいもに。確かに。じゃがいも合いそうよ。確かに言われてみたらピザポテトになっちゃう。ピザポテトなっちゃいますね。なっちゃった。次行きますか。じゃあこっちの。はい。ホットソース。ホットソース。行きましょう。まあでも辛い感じは全然なくて、すごい酸味系が酸っぱい系の。そうだね。酸っぱい系の匂いの方が強いかも。はい、いけそうな感じしますけど、うん、かけすぎかなこれ。いきます。でも全然めちゃめちゃ辛いわけじゃないですね。やっぱ匂った感じの酸っぱさがあって、もうちょっとディップしてみてもいいかもしれないですね。辛くはない。そう、全然、うん、ピリ辛ぐらいですね。うん、うん、今さ、同じ気持ちだったら嬉しいんだけど、2回目の方が辛くない？辛いです。2回目の方が辛くないか。なんかえ、そういう系？食べれば食べるほどめっちゃ辛くなっていく系？もしかして下ベロが辛いです。下ベロがなんかヒリヒリする感じはありますね、うん。2回目の方がなんかちょっとパワーっていうか、あれ辛くないって思った今。涙出てきそう。でも全然普通に食べれるレベルですね。でも 汗出てるよ。こっちいきますか。ガリックレモン。あ、すごい代謝良くなった気がする。代謝。でもあの試合終わったばっからなんで、めっちゃ水分取るんで、すごい汗って出るんですよね。そっかそっかそっか。なんかガーリックでもレモンでもない、キーマカレーなんだ。でもわからない。わかります。インドカレーがそんな匂いするんだ。ほんとそうっすね。え、カレー入ってますこれ。ターメリック入ってます。でもターメリック入ってる。これをちょっとかけて、すごい、これはすごい、ちゃんと
その通りになってます。レモンの感じとガーリックのちょっと風味が、それでも美味しい。うまい、うん、めっちゃ美味しい。決してキーマカレーみたいな味がしそう、全然しない。キーマカレー感はない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 。ターメリックが入ってると全然思わない。これはもう間違いなく外れないですね。一番最初そっち言ってるんですよ。そうですね。もうこれはもうガリガリいけそうな感じのね、うん、びっくり。めっちゃでかいもん、うん、ゴリッゴリって咀嚼音ゴリッゴリってなかなかないよ。ゴリゴリ言いますよ。でもこれはまあ間違いなく硬っ。そうなんですよ、めっちゃ硬いんですよ。ある程度回したらいい感じだ。そうですね、普通に美味しいです。チキンに合うのはやっぱりこれかなって感じですかね。次に来るんだったら僕はこれですかね。お、まだレモン、はい、え、これも入れます。普通にこれは美味しいです。まあやっぱね、これが4位ですね。ほんとそうっす。はい、え、でもど本当にでもどれも美味しいです。こういう感じではなくてね、こういう感じの、そうね、はい、どれもグラフですかね。グラフですよね。だから、まあ、でも不思議だね、最後のやっぱり。これはでもそうですね、不思議な感じ。それを一番美味しく食べる方法があるんだと思う。ただチキンにはそんなに、そうですね、言った通り方法、違う方法があるんじゃないかなと思います。というわけで、アメリカで買ってきたさまざまな調味料試してみました。本当に全部どれも美味しくて、まあ、いろいろ違うことにも試してみたいなっていうふうに思います。本当にでも美味しかったです。もし気になるその調味料とかあればまたアメリカ行った時に買ってみようと思うんで、もしコメント欄とかで教えてもらえたらと思います。調味料最強決定戦やってみない。鶏肉にどれが一番合うかみたいなのやってみたいよね。それもでも面白そうですね。千代さんのそのコメント、どの調味料が合うか、どれを試してほしいみたいなあればぜひ教えてください。この辺で失礼します。またねー。